ロシア外務省によりますと、鈴木議員は2日、アジア太平洋地域を担当するルデンコ外務次官と会談しました。ルデンコ次官はロシアに対する日本の制裁について触れ、数十年にわたる国家間協力の積み重ねが西側の反ロシア路線によって意図的に破壊されつつあると批判しました。鈴木氏は安全保障に関するロシア側のアプローチと日ロ関係について触れたということです。鈴木議員は参議院に海外渡航届は提出していますが、5日まで滞在すること以外詳細は明らかにしていません。